はい、ということで皆さんこんにちは。リテオプションサポート部のナンチです。今日はなんと雇用統計ナイト、はい、スリラーナイトです。ということで、今日はいろいろちょっと続々とハプニングがありの、はい、感じなんだけど、すごいよね、トランプ。やばくない？っていうのは何がやばいのっていうのは、いや、シリアのことがあって、なんか、ね、皆さん見ましたか、ニュース。なんかシリアも君ら、なんか偉いことしただろう、だから僕たちやっつけるぞって言ってミサイルボーンみたいな。はい。自分たちの人を傷つけ合ってみたいな感じでポポポみたいな。でもその前にはなぜかトランプと日本に電話してたり、はい、で今日中国のあれと合ってるよね。だからなんかトランプなりにいろいろ、しかもそれも不思議なことに、このトランプが大統領としてもうホワイトハウスに入って、はい、仕事を始めるっていう時の第1回目の雇用統計なんですよ、今日が。その日にシリア攻撃みたいな。どうですか、すごいよね。ということで、みんなからのコメント、はい、ちょっと見ていきたいと思います。ということで、小山龍之介さん、10分前からスタンバル。今のところ、なんとか調子がいいってことかな。だからナンシーの声を聞いてでっかい勝利を、お、いい感じですね。はい。ナイスですね。で、プリンさん、こんばんはナンシー、雇用統計参加します。お、この頃は相場が荒れて取引しづらいから、今日はナンシーと一緒にエントリーします。お、いいですね。ありがとうございます。エントリーし、うわ、最悪。パソコンが、今インターネット見てたところが全部消えた。あ、全部消えた。最悪。なんか重たいんかな、多分。ちょっと怖いな。みんな止まったら言ってね。うわー、全部消えたよ。重たいんかな。そっか、ナンシーの取引のところも消えてるんだ。最悪。ということで、一緒にエントリーします。なんかプレッシャーですね。いいプレッシャーなのか。よしさん、ナンシー、こんばんは。ライブ楽しみにしています。ポチッとしたよ。10位だったよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。今日もいまいちだった。雇用統計楽しみにしています。はい、ナンシーも。なぜみんなが雇用統計参加するかというと、もう本当にそれこそもう半年ぐらいじゃないか。ずっとこの取引方法で利益上げてるんですよ。で、フォローしている方は本当に買ったぞ、ナンシーみたいな声が結構多いので、勝てるっていう自信で、はい、来ていただいてると思うので、皆さん今日も、はい、取りましょう。ということで、チャズさん、美味しそうなピッツァということで、ナンシーさん、こんばんは。はい、ピザめちゃめちゃ美味しかったです。で、さっき、ちょっと日本食のお好み焼き食べてきました。ということで、マークさん、こんばんは、ナンシーちゃん。昼のツイキャスラジオは参加できませんでしたが、こちら参加できました。今年もよろしくです。はい、よろしくです。マークさんはですね、私のマネージャー的なことを最近、はい、していただいているんですよ。この方向でみたいな。マーケティングかな、どちらかというと。ハルさん、ナンシー、where？ 秘密。はい。ということで、カップさん、ナンシーちゃん、待ってました。今日もよろしくです。まあ、こんな顔してないと思うけど。はい。ありがとうございます。クーさん、こんばんは、来ましたよ。みんなキャラ濃い。山田さん、初めて来たんですが、CT オプション、X オプションとグループ会社ですか？関係ないの？全く関係ないです。BT オプションは BT オプション。BT オプションの会社、ビットピアと言います。はい。だから CT オプションも知らないし、X オプションも知らないです。初耳です。初耳、うん。ということで、山田さん、でもお越しいただきましたね、よく。ノーさん、ナンシー、雇用統計ナイトですね。頑張ります。かわいい。ジェイさん、今帰ってきました。ただいま、かろうじて間に合った雇用統計、初挑戦します。あ、初挑戦なんだ。おー、ナイスですね。いい感じ。はい。ということで、雇用統計一体何？みたいなところがちょっと説明していきたいんですけども、はいはい。では参りましょうか。まずは、今日はですね、もう本当に、雇用統計っていうか、なんでみんな雇用統計って、うるさいのっていうところから説明したいんですけども、まあ、相場の世界、もう取引している方だったら、もう第1金曜日の雇用統計がもうキラキラなんですね。で、なんでかというと、それによって、アメリカの発表なんですよ。で、失業率の発表です。ということは、失業率何のことっていうのは、仕事、はい、これみんなもう知ってるよね。まあ、耳に念仏よくわかんないけど、耳に痛いって思うぐらい聞いてると思うんだけども、要するに失業率、今日発表される数値っていうのがあるんですけども、この数値っていうのは、アメリカで仕事がない人、もしくはまあ探している人の数値を表すものなんですね。で、この失業率が、数字が大きければ大きいほどアメリカの経済が良くないっていうことが分かります。みんなそういうの予想するんですね。なぜかというと、アメリカの経済が活発で動いていれば、みんな仕事もある、金も使う、金も使う、景気が回る、イエーイみたいなハッピーな感じになるんですね。ということで、なので、この、アメリカの経済っていうのは全部こう、世界中影響してくるから、すごいみんな、こう、注目をするところなんですね。で、この失業率の発表なんですけども、そもそも、ちょっと待ってね。ナンシーこれ追加するの忘れてたんだ。用意してたのに。ですね、で、ナンシー、ガイタメさん、の、やつを見る、なんていうの、数値じゃないな。使用発表にも、その経済の使用発表っていうのは、前回の数字と予想の数値を出すんですね。はい。で、その予想の数値があるんですけども、これちょっと何し、ちょっと消えますね。これが数値なんですよ。アメリカ、今日9時半からの発表。だから残りもう12分なのでちょっと早くしたいんですけども。で、前回が 4.7%。これが低ければ低いほどいいんですけども、4.6 ぐらいですごい経済が結構いい感じっていう。これ数値が高ければちょっとやばいんですけども。で、予想も、前回も一緒。で、この発表後の数値が例えば 4.8。とかなって増えれば、今度失業率が増えた、失業してる人が増えてるっていうことで、ドル円のチャートを見た時にどうなるかっていうと下がるんですね。基本的にはそういう考えなんですよ。しかしみんなのその予想した後にこうやっぱりみんなのこう感情とかが相場には移るので、逆に予想よりはるかに、上がったね、でもここで期待できるしっていうことで、逆にドル円のチャートが上がっていったりとか分かんないんですよね、正直言って。なのでこの数値が下がったからって、そうしたら絶対ドル円は上がるって予想もできないし、逆に予想と数値が大体一緒だったら本当に動かなかったりとか、もう本当にバラバラなんですね。かといって今回なぜ難しいかというと、今日のニュースナンシー見てたんですけども、ちょっこらいきますね、ちょっこら。ちょっと英語なんだけどもね。要するに、Yen beats Swiss franc っていうことで、スイスフランより円がはるかに、勝ったみたいな感じなんですけども、要するに円がすごい、一瞬そのミサイル攻撃したぜみたいな感じになった時に、円がすごい買われてたっていうか、ドル円のチャートを見るとゴンって下がっていったんですね。で、円が欲しいってことで、だから投資とかがちょっと円に向いているっていう状態で、でさらに原油もすごい今日上がってるんですよ。原油も上がってるっていうことで、でさらに株価指数かな、なんか忘れた、ちょっと読めないんだよね。でも US スタックインデックスとかアメリカの株価が基本的にはもう全部ボーンって下がったみたいな状態で、今ちょっとずつなんかこう戻ってるみたいな感じなんですけども、すごい影響力があったんですよ。ましてこの雇用統計の日にやるかトランプみたいな感じなんですけども。で、ある銀行の方によると、円が有利になってる状態で、これが長期的に長期的に影響を及ぼすかっていうのは本当に国際的なコミュニティによる反応によって本当に今後変わっていくだろうということで、なのでナンシーが言えることはそんなに、雇用統計の発表、どうかな、本当に難しい。今回はちょっと予想がつきにくいところもあるんですけども、多分トランプがあまりにもドンみたいなことを今日してしまったので、そんなに動かないかなってナンシーは思います。逆にね、かといってそしたら予想されるファンダメンタルも分析して答えを出さなくちゃ購入できないのみたいな、そんな難しいことはないです。ただこれを長期的に皆さん頭に入れてください。はい、ででも使用発表後の取引方法をナンシーが説明するので、本当にファンダメンタルできないっていう方でも全然これは本当に頭いらない簡単な取引方法となります。 OK ですか、ここまで。はい、でその方法を説明する前に、はい、江澤健さん間に合いました。久しぶりです。今日は楽しみにしていますよ。ありがとうございます。メールもいただきありがとうございます。前のナンシーのメール意味が分かったかなはい、ということでデブッチュさん、この時間なら参加できるのさ。あ、タバコ買ってこなきゃ。デブッチュさんってタバコを吸うんだ、知らなかった。へえ。ビールもないしご飯の支度しなきゃ。それじゃあまた明日ちょっと待ってダメですよデブッチュさん、せっかく来たのに。セルフィッシュエイリアン。あ、はい。 Hi Reptilian. Hi beautiful, I'm always behind you. ははははは I wanna trade with you later. はい、ぜひぜひ、はい、Reptilian さんも一緒に参加してください。はい、学べ初参加です。昨日5連敗でした。楽しみです。5連敗って負けたってことだよね。いい、マジですか。いやでも最近ね、ちょっとこの数日、ナンシーもなかなかちょっと取引難しくて、2日前かな、2日前からちょっとなんか、全然利益にならなくて、負け出してやっとプラス600円とか、そんな世界だったので、で、ナンシー今日は、はい、利益絶対2万って言って2万ゲットできたんですけども、なかなかちょっとね、ひげがすごい長かったりして難しい相場だったんですけども、今日こそははい取りたいと思います。千葉アナさんこんばんは、間に合いました、今日もよろしくですということで、はい、よろしくお願いします。ではでは参りましょうか。ということでナンシーちょっと一瞬消えますねはい、ということでもうずっと変わってないので、この画像宮北っていう人もいると思うんですけども、見えるかな、わかるかな、ちょっと大きくできるかな、大きくできたよね。はい、いけた。ちょっとこういきます。ちょっとビヨーンと伸ばして。はい。で、まず第1ルール、発表後5分、6分後に購入。これは5分、6分じゃなくても大丈夫です。はい。あんまり気にしないでください。っていうのは、いつボリンジャーバンドにタッチするかっていうのは予想つかないので、皆さんそこは5分、6分後とかじゃなくて、に発表後に購入するっていうことを頭に入れておいてください。OK ですか？ちょっと何しよう、準備しとこう。はい。ということで、第2番目のルールが1時間足を確認するっていうことで、1時間足を表示させてください。だから今日ナンシーちょっとね、いろいろ事情で、テントレーダーちょっと利用できないので、システム取引、ブラウザ取引、あっちから取引をします。で、その中で MT4 との表示になるんで、今ナンシー出張中で多分ちょっとなんていうのかな、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、そこはご了承ください。ごめんなさい。できるだけ、はい、MT4 表示しながらシステム、ブラウザ取引でやりたいと思うので、皆さんそこはどうにかフォローいただければと思います。なので、ドル円チャートを表示して、ナンシーは1時間足を表示します。で、次にボリンジャー、2シグマ。はい、を表示します。今、ちょっと喋りながら表示しとこうか、とりあえず。ボリンジャー2シグマね。ボリンジャーバンド。で、グリッドはいらないと。はい。よし、ちょっと準備しとこう。OK。ということで大丈夫ですか、そこまで。で、基本的にはどのようなルールかっていうと、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマかプラス、マイナス2シグマかプラス2シグマにタッチしたら、その逆方向に購入をする。だから頭打ち狙いということで、もう完全逆張りです。で、それをハイロー取引のちょっと長めの取引で取引をします。OK ですか。わかる？ナンシーの言いたいこと。これいつもフォローしていただいている方だったらわかると思うんですけどね、今日初めて来ましたとかいう方であれば、ちょっと難しいかもしれないので、その時は本当に遠慮せずに、ナンシーわからんぞ、もうちょっとこの辺説明しておくれ、みたいな感じで言ってください。大丈夫ですか？で、次に、前回のトレードをちょっと見ていきたいと思います。これが例文になるんですけども、ナンシーちょっとすごい怖い顔してるんだけどもね。はい、怖い顔してるんですけども、ちょっとナンシー、私表示しようかな。今いいか。ここで見えるようにドル円を、はい、選択してます。で、次に1時間足。で、これちょっとタイミングなしね、性格上すごい待てないので、妙にまだタッチしてないんだけども、できれば、本当にそれこそボリンジャーバンド、タッチした瞬間の方がいいんですけど、前回はボラが全然なかったんですよ。全然動かなかったんですね、相場が。なので、これで正解だったんですけども、基本的には2シグマにタッチした時、1時間足で2シグマタッチのした時に購入っていうのがベストです。大丈夫ですか？ここまで。はい。ということで、次に、ここで購入したんですね。で、次にナンシーが何をするかっていうと、何しましょうでした。はい。で、どうしたかっていうと、ちょっと上のユーロドルをちょっと今、飛ばして、結局はミドルライン、1分足を表示させて、ミドルラインに来た時に権利放棄っていうことでちょっと万歳してるんですけども、はい、権利放棄っていうのはちょっと後ほど説明しますが、簡単に、権利放棄の方法があるんですよ。途中で決算みたいなことなんですけども、こういうボラが結構動く時に、権利放棄は結構使えると思います。もうすでに利益、最後まで満期を待つまでもいかないまでに、もう利益になってることっていうのがあるので、で、ナンシーここ、ユーロドルでも、はい、ユーロドルもドル円の反対の動きをするので、はあ、逆に、あ、ユーロドルもいいかなって思って、ナンシー切り替えて、ここでもボリンジャーバンド綺麗に当たってますよね、上の2シグマを。そこでロー購入をしました。で、次に、あ、そしたら、早速、権利放棄をしようみたいな感じで、1分足でミドルラインに来た時に権利放棄、ちょっとのプラスになりました。はい。っていう感じで、一通り、はい、説明終わりなんですけども、今度は権利放棄の方法はっていうのは、これ、ブラウザー取引なんだけども、購入した時に、こうやってペイアウトのパーセンテージが出てくるんですね。で、これが 100% 以上であれば、もう取引、利益、購入以上の利益が返ってくるよってことが分かります。で、権利放棄って言ったら、チャラーンみたいな音になるので、はい、気持ちよく。はい。そうそう、ここのね、黄色いボタンを押して、チャラーンと権利放棄をするという、こういった一通りの流れとなります。ということで、以上です。皆さん大丈夫ですか？ここまで。はい。ということでね、ちょっとそろそろ、ちょっと待って、ちょっとみんなからの、コメントを見ていきたいと思います、最終。はい。千葉花さん。出口さん、パイレッパックスは止まるんで、このんで見てますが、なんでかな？なんででしょう？なんか、ナンシーの放送もあれなのかな？なんでなんだろう？わかんないですね。ゆうじさん、こんばんはです。遅くなりました。今日もよろしくです。はい、よろしくです。山田さん、大変失礼ですが、Twitter の最近の写真とライブ全然別人やん。どういうことですか？あれ、フェイクでしょ？写真を加工したの。加工してないですよ。色は変えてます。はい。なので、じゃあ、多分疲れてんのかな、ないし、最近。クーさん、スリラーナイトはスリラーナイトでも、画面が動かないスリラーナイトってしまってる。ああ、本当ですか？なぜだろう？今放送されてますか？しっかり。どうなんだろう？大丈夫かな？どうしよう。恐ろしい。はい。ということで、とりあえず進みますね。はい。ドル円を見ていきたいので、はい。今回のね、表示がこんな感じなんですよ。ちょっと参りましたね。どうしてもね、これはどうしようもできないんですよね。うわ、動いたね。すごい動いてる。うわ、ちょっと待って。もうすでに動いてる。うわ、忘れてた。うわ、やばいやばい。ちょっと待って。ちょっと待って。もうタッチしてるよね。タッチしてる、タッチしてる。はい。はい。ちょっと遅い。ちょっと遅い。うわ、無理。うわ、無理。うわ、いけた。うわ、ちょっと遅かったね。キャー。見れてますか？みんな。見れてる？ちょっと戻しますね。うわー、来たね、来たね。うわー、この辺りで、この辺りでちょうど購入。ちょっと待って、ナンシー、ちょっとタイミングずれたわ。完全に。で、ちょっと待って、一番長い取引っていつだろう。一番長い取引これだから、やっぱこの辺でちょっと待って。1時間で言うと、この辺りがいいよね。ちょっともう一度購入します、ナンシー。動いたね、案外。購入できない、なかなか。もう無理。購入できないわ、こんなとこまで来られたら。なかなか購入できないね。これ絶対ナンシーのここのパソコンがね、まして遅いんだよ、Wi-Fi だから。もう無理だわ。購入できない。ちょっと待って、もうすでにミドルライン、まだ来てないね。まだ来てないけども。うわぁ。ダメなとこで購入しちゃったね。ちょっとユーロドル見てみようか。ずれたね、完全に。完全にずれたわ。ルール通りいけてる人がいれば、もうちょっとですね、もうちょっといい感じでここで購入できてたらあれなんですけど、今までどう？そう、で、ここが79点、今 81% ってなってるんで、ここ 100% 超えなくちゃ意味ないんですよ。発表どうなったんだろう？発表いくら？誰かわかりますか？ナンシー、ちょっと今、画面こう変えたら、みんなの見るあれが微妙になっちゃうんで。やっぱしっかりここで購入してみようかな。なんか落ちてきそう、落ちてきそう。もうちょっと長めの取引ないんかな？ないね。あ、来てる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 。来てる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 。もうちょっと我慢して。はい。購入しとこう。購入させてくれないのかよ。いけた。はい。今日ナンシー初負けになるかもね。この長い利益系の中で。あ、みんなからのチャットこっちで見よう。携帯から。3シグマでちょっと見てみたいな。どうなってるんだろう。ユーロドルも結構タイミングだったりして。おー、来てますね、ユーロドル。ユーロドルもいっとこうか。ユーロドル。ユーロドルは、でも今ダメだね。上がってくれたらローするんですけど。タイミングミスりました。ちょっと。ドル円戻して、で、1分見て、はい、ミドルラインに来るのを待ちましょう、とりあえず。あ、なんかまたユーロドルも上がりそうです。ユーロドルでこの最悪負けた時の利益基盤を戻そうと思ったら、なんか来ないね。我慢が大事っていう。我慢が大事なんだけどね、なかなか難しいよね。ああ、タイミングミスったなこれ、完全に。ドル円上がってこい。2ドルラインまで上がってきてくれたら権利放棄になります。しかし今権利放棄で 106% まで来てるんですけど、あ、ちょっと下がったか。でもましてね、今は権利放棄できないよね、これじゃ。みんなからのコメント見よう。どうなったら、ちょっとユーロドルも入ってるしとか、ユーロドル。最悪ユーロドルの取引が結構長めで、ああ、でも無理だな。みんなさんからのコメントを見ていきます。マークさん、米国アメリカ失業率 4.5%、 予想 4.7。 あ、景気はいい方向にいった感じですよね。 4.5 ってすごいですね。景気的にはいいのにドル円買いのはずが売り方向にいったんだ、一瞬。クーさん、携帯で見てます。私も携帯でみんなからのチャットコメント見てます。ヨッシーさん、購入できたよ。現在プラス 123%。 お、いい感じですね。ナンシーみたいに変なとこで購入しなかったんだ、いいな。ファルさん、31分の足からドル円はハイ、ユーロドルはローで1分取引勝利だよ。お、ナイスですね。いい感じです。トトトさん、ナンシーの話はそこそこに聞いて、ダビューボトムヒゲ途中で1分ハイして勝ちました。ダビューボトム、ダビューボトムヒゲ途中で1分ハイ、ダビューボトム、ダビューボトムが鳴ってたの。ダビューボトムどこだろう。で次にデブッチさん、ココアがうまい、アーモンドチョコもうまいです。起きてハリのオンデマンド、起きてハリかな、オンデマンド1分取引で勝てましたわ。はい、購入で。おお、いいですね。みんな買ってますね。カッパさん、今日も勝ちです。ユーロドルで2本取りました。ナイスです。ジェシーさん、エントリーできたよ。うちは今 125%、 ドキドキ。あ、いい感じですね。みんな、私も 131% だ。なかなかいい感じですね。どうしようかな、権利放棄しようかな。でもまだだよね、ミドルライン。うわ、マジ。どうしよう。下がっていた。嫌だな。これ、あと残りちょっとしかないからね。うわぁ、トランプの影響もあって、なんかちょっと相場がまた違うんかな。でも我慢しよう。もうここから来たからには。トトトさん、1時間足です。なるほど。1時間足で、ダブルボトム。はあはあはあ。こういうこと、こういうことか。そういうこと。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、どこを見たんだろう。で、ここで抜けなかったからってことかな。抜けなかったんだよね、こっちで。そういうことかな。合ってる？ Selfish alien, I lost it. Give me back my money, Nancy. え、no. マジですか？何で購入したんだろう。1分かな。ナンシーはもう絶対廃炉取引で。あ、消しちゃった。どうしよう。これ待つべき？待つべきなんだけどね。どうしようかな。ワン、ツー、スリー。ちょっとなんか怖いよね、これね。まあ、待つしかないよね、もうね、ここまで来たら。うん、あと、ちょっと何し、ドリンク。はい。ちょっと取っていきます。ちょっと夏となったら、今日もさつまいも。昨日もニコ生でさつまいも食べてたんだけど、今日もさつまいも作っといた。トトさん、一時間足水平線タッチではいです。どういうことだ？一時間でも。なるほど。ここの水平線か。今ちょうどこの辺りだよね。ここではいしたんかな。そういうことかな。うん、なんか下がってきてるね。嫌な感じ。うん。そろそろ来てるよ。そろそろ。あ、来た。これどうしようかな。もうルール通り行きましょうか。権利放棄で。権利放棄でいくらぐらいプラスになったか今見てなかったけど、もう1個はちゃんとした購入タイミングで買ってないので、まあ、とりあえず 100% になったらもうパパッと切っちゃうかも。もういいや。もういいです。権利放棄しちゃいました。はい。もう戻ってきた。なかったものにします。はい。ということで、以上です。真ん中ミドルラインまで来たからいい感じだったよ。思わない？悪くない。だから、今で言うと、やっぱりここで購入してたら、ほら、やっぱりいい感じだよね。そういう意味では。はい。っていうことで。自分がいっぱいいる。やだ。はい。ということで、以上です。どうだったかな？ナンシーね、ちょっと今日ね、なんかね、Let's grab a beer and keep trading 。マジですか？ナンシーは今日はもう、なんかね、ちょっとね、なんかいろいろあってさ、ちょっと実はへこんでるんだ。何の話かわかんないんですけど。でもまあ、取引はうまいこと言ったんで、そろそろパラボリックタッチです。マジ？マジで？ちょっとパラボリック見てみよう。パラボリック。あ、ほんとだ。解になってるね。1時間では。で、面白いな、なかなか。千葉アナさん、1つは満期まで待って、なんとか取れました。お、あとは10点トレーダーがもう少し上がれば放棄します。もう締め切り来たんじゃないですか、45分で。締め切り来ちゃおう。155% で金利放棄しました。おー、ナイスですね。いいですね、ちょっとでも利益乗って。もうそれが黄金ですよ。あんまり無理にね、なんかちょっと、こういう時に最後までってなってしまうと、結構、あれまで待っとけばよかった、みたいな感じになるので、はい、それが一番いいと思います。ということで、Thank you very much everybody for watching! はい、ナンシー今からちょっと、ちょっとね、一人で、なんか考える。反省点。今日の取引は結構いい調子だったよ、全部で。いくら利益になったのっていい感じか。24,825 円。で、さっきのやつが、1万で購入したやつが 14,298 円。だから 4,298 円プラスになって、もう1個の 5,000 円が、ちょっとマイナスになって 4,827 円だったので。でも悪くない。It's okay。はい。ということで、全体的にプラス。しっかりやっぱりボリンジャーバンドまで待つことが大事ですね。なかなか購入できなかったりするので、ナンシーみたいなの、電波状況が悪ければ、うまいこといかないので、皆さんやっぱり電波状況はいけてるってスピードちゃんと確認して、ネットスピード、はい、取引に備えていただければと思います。では、最終チャット見ていきます。ヨッシーさん、計量期したよ。150% でした。おー、ナイスですね。みんないい感じで。千葉さん、コメントしてる間に締め切り来ちゃいました。祈るのみです。どうなってる今。今どうなってる ?1 分で見たら。あ、でもいい感じじゃないですか。いけそうですね。あと、残り2分なので。でも今度は気をつけてください。サブシェリエン、さよならビューティフォー。ありがとうございます。Thank you very much。ちょっとナンシーね、ちょっと気分的にちょっと Twitter の、はい、ラジオはすると思うので、本当にちょっとリラックスモードで、取引関係なくするかもするかもね。わかんないですけど。はい、来れたら来てください、皆さん。はい、ということで、Thank you very much for watching。また、来月も、はい、撮っていきましょうってことで、来月ね、ナンシーいないんだ、そういや。だから来月の放送は本当に、それこそカンボジアにいるんで、カンボジアからライブ放送できたら、ちょっと考えてみます。面白いかも。外でトレードみたいな。それでもいいよ。失敗しても OK っていう方は、またコメントください。でもやっぱり失敗はダメだっていう方は、何しも録画先にしてアップしようと思うので、みんなの、気持ちも聞かせてください。ってことで、コメントまた、置いていただいて、キャッシュバックの反映、今日は2017年4月7日なんだけども、反映は月曜日になるので、それだけご了承ください。ということで、Thank you very much, everybody! では、See you! See you 来週。はい。さよなら。